はいどうも皆さんこんにちは、全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は金曜日チャレンジアナちゃんの時間。今日はポテトチップスミュージックのお時間ですと言いたいところなんですが、今日は厳密に言うとポテトチップスではないです。チップスなんですけどポテトではない。はい、こちらのお客様からお差し入れいただきまして、これでまあ YouTube で音楽やってくださいということでのお差し入れをいただきまして、なんとじゃん、馬刺しチップス。こんなのあるんですね。やっぱりあの馬刺しといえば熊本、まあ私アナちゃんの父方のね、あの田舎の会津も馬刺し有名なんですけど、はい、会津の馬刺しも食べてくださいね。はい、でもこれは熊本の、はい、お土産的なものなんでしょうかね。馬刺しチップス、ちゃんとあの馬肉エキスも入ってるらしいですよ。はい、これで今日は音楽を奏でたいと思います。ご存知ですかこんなのね。あ、ちょっと待って、こっちでかね、こう開けるか。馬刺しですよ。あーでもね、なんか美味しそうな香り。もうちょっと綺麗になったらこれぐらいでいいかな。あ、1個がねでも割とちっちゃいんだ。だから結構たくさん入れて、こんなもんでいいかな。じゃあちょっとこれで音楽を奏でる前に一枚いただいてみますね。いただきます、馬刺しチップス。美味しい、美味しいです。ただですよ、まあ大体こういうチップス系お土産にあるあるですけど、すごい美味しいんですけど、馬刺しかどうかは分からない。これはまさに馬刺しの味ですねっていう感じかな。なんかバーベキュー味ですって言われればそんなような気もするし、ジンギスカン味ですって言われればそんな気もするし、でも馬刺し味なんですよ。馬刺しです、これが馬刺しの味です。でもこれ間違いなく美味しいです。じゃあちょっと待ってくださいよ、こちら馬刺しチップスを使って、やっぱり馬にちなんだ曲がいいと思ったんですよ。でフォスターの草競馬をやろうかなとも思ったんですよ。あとは走れ幸太郎もいいかなとも思ったんですよ。ですがね、先日ドラクエの音楽で有名な杉山浩一先生がお亡くなりになられたということで、杉山先生の追悼の意味も込めまして、杉山先生作曲の馬にちなんだ名曲といえば競馬 G1 のファンファーレですよ。はい、この G1 のファンファーレを馬刺しチップスで挑戦してみたいと思います。じゃあいきますよ。
杉山先生、ありがとう。わさびチップスもありがとう。これからも、こんなチップスで音楽を奏でてくださいというリクエストありましたら、ぜひお差し入れもお待ちしてます。チャンネル登録もよろしく、いいねボタンも押してね。アナちゃんでした。